よし、最後。まだ今日いっぱいな。味方に塩を送る違うな。話しないから、こ、ね、の帰ってから覚えてる。またここ来ると忘れてるんだ。だからもう決めちゃおうか。とりあえずどこかで。この前言ってたのも、なぜ、例えば今だったら、もう今月はダメだろうけど、8月の予定とか、その一つ先だったら合わせられるっていうような言い方をしてたから。じゃあそれでお願いします。どういう方がいい？まあまあみんなちょっと聞きながらそれはその方がいい言う方が。8月の予定は。ああ、ごめんなさい。伝わらない。どうすればいいですかね。土曜日。金曜日の夜でどこか仕事に行くぞっていうことを聞いてみる。お願いします。お兄さんとか、お前とか、そうですね、すいません。で、場所は一応、聞いて、一番都合のいいところを見て、いいです。すいません。すいません。Thank you.
さい。なさすぎ。それ新しいですか？いやいや、ないです。陸上同士で当たっても折れないっていう。